レイチェル・テイラーはオーストラリアの女優。オーストラリアのテレビ番組ヘッドランドでメインキャラクターであるサーシャ・フォーブス役を務め、アメリカ合衆国の実写映画トランスフォーマーにも出演した。タスマニア州ローンセストン生まれ、地元のリバーサイド高校に通った後、スカイ・ジリー・インターナショナルのモデルになった。そしてミスティン・タスマニアのステートファイナルにまで勝ち残った。 ザ・ミステリー・オブ・ナタリー・ウッドというテレビ映画に出演したり、1980年代に放映されたテレビドラマダイナスティ制作の舞台裏を描いた番組でキャサリン・オクセンバーグを演じた。また、巨大怪物マンシングやシーノー・イーブル・ニクハリの池にへといったホラー映画にも出演した。2006年4月3日、ロジー賞人気新人女優賞にノミネートされた。 2007年にはトランスフォーマーにも出演したが続編への出演は断った。2008年にはホラー映画シャッターのリメイク版やボトルドリームカリフォルニアワインの奇跡に出演。2009年にはロマンティックコメディ作品であるスプリンターヘズと HBO 制作のコメディシリーズワシントニーに出演。ありがとうございます。